斉藤ファクトリーです。今日はね、MRS の基礎のとこ気になるということで、皆さんね、マフラーどうしてサラサラ言うのか気になりません？で、中身、いや、実際は消音器が劣化して、サラサラ言うのはわかるんですけども、どういう風に劣化してサラサラ言うのか、ちょっと僕は気になるんですよ。なので、マフラーの対抗を切ってみようかなと思います。マフラーを中古でね、購入するときって、マフラー振ってカサカサ音ありませんかとか、サラサラした音はしませんかとかって聞くと思うんですけども、それをね、例えば聞いて、サラサラしますと、音はしますって言われたときに、どういう風になってサラサラしてるのかによって、音がね、まあ、多分たかがうるさくなるのか、それとも音が汚くなるのか。で、こういうタイプじゃない、砲弾タイプのちっちゃいタイプの太鼓はですね、中のウールごとゴソゴソ動くんですよね、中で。あれ、もう振るとサラサラサラじゃなくてボソン。ボソンって音がするんですよ。もう中のその筒、中に入ってるもう一個の筒ごとこう動いちゃってるんで、あれはね、音が汚いんですよ。そのボスンボスンって音がしちゃって、どういう太鼓って気になる方は私の動画見ていただければ、マフラー作ってみたっていうコーナーで出てきてる方の太鼓ですね。よく スポーツタイプとかのね、マフラーについてます。そのタイプの太鼓、あれをね、こうやってやるとポスンポスン言って、あれはブーンって踏んでってバッて離すブエーっていう音がして、すごく不快な音がするんですよ。でもこういうタイプのマフラーって不快な音がしないんですよ、サラサラ言ってたって。なのでサラサラ音がしてても、まあ買ってもいいっちゃ買ってもいいかなという感じですけども、実際に中を開けてみると、この太鼓の中身がどうなってるのかというのを今回はね、開けて見ていこうかなと思います。あわよくば溶接でつなげれば、中のそのサラサラのゴミを全部捨てて溶接でつないだら爆音のマフラーができるんじゃないかと。多分溶接技術的に僕はこれをつけられる自信がないので、開けてみるだけで終わっちゃうかもしれないんですけども、開けていこうかなと思いますので、早速やっていきます。はい、ということでね、じゃあ早速サンダーで切っていくんですけども、まあカットしてるところはね、カットします。はい、ということでね、今切り終わりました。カポカポしてますね。思ったよりね、鉄板が熱かったです。そしてね、もう二度と元に戻せないんだろうなって、やっぱりロールで巻いてるっぽいので、もう反りがね出てるんで、切った瞬間パイーンってパイーンってなったんで、こいつはね、もうパイプのところだけ切って取ってゴミですね。ということでね、開いたので早速中を見てみようかなと思います。なんか体に悪そうなんで、手袋とマスクしようかな。ではね、開けていこうかなと思います。わさわさだ。わさわさだ。わさわさは出てこない。マスクつけてしゃべっ。OK。じゃあちょっとね、中を見てみましょうかね。なんか、思ってたより、ゴミ。よいしょ、では開けていこう。あ、溝構造。ちょっと誰かカメラ持ってほしいわ。おお、なんかいっぱい出てくる。こんな感じですね。中で入り口から入ってきて U ターンして出口で出てってるような感じですね。パンチングに多分この軽石みたいのって、もともと、これね、FRP のあれなんですけども、もともとはパンパンに詰まってたのが焼けちゃったのか、あとこことかね、クラック入ってますね。だやっぱでもカサカサ言って、ててカサカサ言ってるやつは、使わない方がいいっていう感じですね。はい。なんかすごい疲れちゃった。2枚構造なんだ。なんかロールで2回巻いてるのかな。これ溶接で埋まると思う？もうすんごいよ、ほんとに。ほら、見て。これ。こういうの。これね、スチールウールだと思うんだけど、スチールウールも、もう、
もうね、ポロポロよ、ポロポロ。片焼きそばぐらいポロポロになってる。で、軽石みたいのがね、ほんといっぱい、これ全部 FRP。これ多分、すんごい体に、あ、多分ね、ガラス繊維ですね、これ全部。軽石みたいになってるけど、全部ガラス繊維ですね。あとはクラックが入ってたりとか、そんな感じですかね。これは溶接でつなげるかな。すごい、なんか思ったより、まあでもこれだと多分構造上音がうるさくなるだけで、振った時カサカサするけど排気音的にはあんまり干渉とかはしない感じですね。ついてた時もそんなに干渉するような感じじゃなかったですね。なんかジャリジャリ言うとか音は関係なかったので、多分そのまま、でもこれで結構静かだったんですよ、ついてる時。だからこれでも消音されるってことですね。こんな感じでも消音されるみたいで。へえ。あ、やっぱでも元には戻せないかな、感覚的に。点付けしていけるかな。ちょっととりあえず中のゴミ出してきます。はい、ということでね、切り終わり、今ねバラバラにし終わったところですね。こんな感じで中から出てきた全体の量はこれぐらいです。これぐらい出てきました。でね、どこがね総合的に重いのかっていうとね、全体的にパイプが太かったりとか、太鼓がね二重になってたりとか、消音と耐久性の問題で多分ね折り込みで2枚になってるんだろうと思うんですけども、そんな感じになっておりまして、結果サラサラ言うマフラーは使おうと思えば使えるけど、まあサラサラ言ってないなら言ってないに越したことはないという結果になりました。でただそのサラサラねしてるから、してても音的には問題ないって言ったんですけど、ここね、ここ見てもらうと分かるんですけど、ここね、こういう風にクラックからもう割れに変わってるんですよ。なのでかなりこう劣化が始まっているものに対しては、こういうところもやはり劣化をしているんだよということで、もしかしたらね、ここの中からポキンっていってしまうと、中でこいつがゴトンゴトン動いてしまってすごくうるさくなってしまうのかなという感じですね。だから音がね、やっぱ出てないなら出てないに越したことはないのかなという感じですね。はい、こんなね、こんないっぱい出てきて、燃えないゴミだな、これ多分燃えないゴミが増えたね。このステンレスのね、外側だけは、なんか使おうかな。せっかくだから、ステンの多分1ミリぐらいの板なんで、何かに再利用できたらなと思います。したらね、あとはねもうこの辺のパイプ類とか、ここのステーとかも使えるので、こういう使えるものをね全部切り刻んで鉄くずに出していこうかなと思います。ということでね、今回は MRS のね底のとこ気になるということで、マフラーのサラサラの音どういう風になってるのかということでした。ではね、最後まで動画のご視聴誠にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。では。